州の戦いで核の読みは当たり、ダッキを追い詰めた。ダッキを捕らえ損ねたものの、疲労を誘い、新たな仲間ネメヤやカイヒメラを中心とした追撃部隊はこの機を逃さずダッキを追走。南中で再度ダッキ疲労したダッキには罠を張る余裕もない。ダッキの捕獲は追撃戦の中に生まれたわずかな余裕。その時カイヒメの胸中にはずっ、ねえカグチン、カグチンってば、カグよ、カイが呼んでるわよ。私の名前はカグチン。はあ、あんたって時々すっごい、あのね、人間は親しい人をあだ名で呼ぶことがあるの。親しい、カイ様が私を親しいと。会話の途中すまん、ダッキの尻尾を捕らえた。あ、ちょっとカグチン、話の続きは戦場で聞くからね。共に戦えて嬉しいぞ。敵の進軍が鈍い、足を早める、追いつけるだろう。もうしつこいな、この前遊んであげたばかりじゃない。悪いけど今はそんな気分じゃないの。なんで？そういえばアキリウスさんが倒れてたのここだった。こういうわけでお願い。いいだろう、ネメアとかいう男もいるようだ。奴を引き裂き雪辱を果たしてやる。なんだこりゃ、いつの間にこんなもんが。なんだいあんたら、私らの庭で勝手してんじゃないよ。猛核の敵、我の敵、我の敵、倒せ。風を変えるか。おめえらダッキを追ってるのか。ならわしらに任せとけ。先回りして踏んづかまえてやる。逃げ道はあたしらが塞いでやるよ。あんたらはダッキをしっかり追ってきな。覚えていろ、この屈辱貴様の血で贖わせてやる。ここでダッキを失うわけにはいかないんだ。悪いけど回り道をしてもらうよ。いや、もうそんなところまで来たの。ここは通せへん。ダッキちゃんはうちが守んねん。よくよく遠慮しなや。ダックちゃんのためやもん。うち手加減せえへんで。でもダキちゃんのためや。こんな怪我気にしてられへん。ここはわしが塞いだ。もう逃げられねえぞダッキー。いや、ちょ、何？先回り？そういうのやめてくれるかな。トップでイラつくから。時間は稼げたか。
けねえ。気を落としよう。協力するつもりなんかないんでしょ。では、あの娘に監視をつけるのですね。そんなことしない。ですが、それでは。田口、人間はね、すごく理不尽なの。たとえ敵でも。将たる者を勝っておごらず。わかりません。何故。かぐや、人の心はね、不可解で理不尽なのよ。同情や哀れみで理屈に合わない行動を取らせることもあるの。心で。おう、おめえら、あのでかい蛇と。大した根性じゃないか。気に入ったよ、あたしらの力。我受け取れ。この度は やるよ。嘘。やるじゃない。お見事にございます。